はいどうも、ミニマリストたけるです。本日の動画では、前編でファイヤーと節約ミニマリスト生活について、後編で1億円でファイヤーするまでの具体的な経緯について加藤社長にお話をお伺いしたいと思います。それでは自己紹介お願いします。はい、加藤社長と申します。どうぞよろしくお願いします。私は、ずっとサラリーマンやっていまして、まあ、20代から30の中盤ぐらいまでサラリーマンやっていまして、でそれから起業しまして、今はミニマリストというね、生活をしながら、起業家そして投資家として頑張らせていただいてます。皆さんよろしくお願いします。お願いします。ということで、だいぶ前にもうファイヤーされたということで、実はだいぶ前にファイヤーしてました。はい、もう何回か加藤社長とはコラボさせていただいて、まあ、ざっくり3年ぐらいでファイヤー目指すみたいなお話も ね何度かちょっとお話しいただいたんですけども、まあ、今回は無事ちょっとファイヤーされたということで、はい、改めておめでとうございます。ありがとうございます。はい、今回の動画ではちょっと前編と後編にね分けていろんなお話をお伺いしたいと思いますので、改めてお願いします。はい、お願いいたします。では、前編ではですね、改めてファイヤーと節約ミニマリスト生活についていろんな質問を投げかけていきたいと思います。まずですね、ちょっとファイヤーについての質問を、7つほどちょっとしていきたいと思うんですけども、加藤社長がファイヤーを目指そうと思った理由やきっかけを教えていただけたらと思います。はい、分かりました。ありがとうございます。僕はまあ20代でその先ほどね、サラリーマンやってましたって話しましたけど、サラリーマンでずっとやってようかなっていう思いはずっとなくてですね、ずっとなんか起業したいなと思ってたんですよ。で、なんで起業したいかでいくと、僕は起業することによって自分で仕事が選べるとか、自分でお休み決められるとか、すごいこう自由になるイメージがあったんですよ。で、実際に30後半になって起業がようやくできましたと、僕的にはちょっと一つのゴールだったんですよ、それが。今で考えるとそんな起業がゴールなんか論外だなと思うんですけど、でも僕は自由が獲得っていうところがある程度目的だったので、食べていけるっていうことを前提とすると、その、起業できたことがもう自由のスタートだというところでちょっと満足してたんですけど、やってみるとですね、実は全然自由にならなかったんですよそうなんですね。なんかかえってね、自由がなくなっちゃったんじゃないかなっていう感覚があったんですね。でもちろんね、仕事をこう選ぶっていうところの自由さはもちろんあったと思うんですけど、それにしてもやっぱり最初食べていかなきゃいけないし、食べていかなきゃいけないってなると、やっぱり好きな仕事ばっかりできないんですよ。確かに、やっぱりお仕事食べていくためにちゃんとお金がこう利益ができる、取れる仕事を積極的に選ばないといけないし、っていうところでいくと仕事の選びに関しても完全な自由はなかった。まあ、確かに。それから、時間的な自由も、なんかサラリーマン時代ってこう忙しくてね、いつもこう終電まで働いてるような環境だったんですけど、そこから自分で時間作れる、こう使い方自由じゃんって思ったんですけど、逆にですね、今度仕事の量が増えちゃったんですよ。あ、そうなんですね。そうだから仕事、会社員って意外と守られていてですね、サラリーマンの方あんまりご自身だと気づかないと思うんですけど、実は会社って総務があったりとか、アシスタントさんがいたりとか、まあ、いろんな方役割分担してるじゃないですか。なので自分が守る範囲ってすごく小さくて済んだんですよね。でそれってあんまり気づかないんですけど、いざ独立してみると、まあ、自分の会社なんでね、自分で基本的にまず最初は全部自分でやんなきゃいけない状況じゃないですか。っていうのが大変で、自由がなくなってしまって心の余裕が全然なくなっちゃってこれちょっとまずいなということで、ここを改善するためにどうしたらいいんだってなった時に、あ、これはファイヤーっていうね、ふと出会ったそのワードに惹かれてですね、ファイヤーすればほんの真の自由が手に入れるんじゃないかと思って目指したっていうのが今回きっかけですね。ことですね。なんか自分の会社を作るとか社長になるとやっぱ自由なイメージもあるけど、加藤社長の場合ちょっと予想外の予想外でしたね。仕事がね、それこそサラリーマンの時いろんな部署があってね、まあチーム分担というかありますけど、やっぱ社長になるとやっぱりいろいろ賄わないといけないから、そうなんですよ、大変っていうことだったわけですね。なのでファイヤーするとそこら辺が本当、本当の自由が手に入るので、そうですね、というところで私の方はお勧めさせていただきますけど、ありがとうございます。ではでは続いての質問はですね、どれぐらいの期間で、ファイヤーを達成したのかっていうのはいかがですか。はい、
これ先ほどねちょっとお話、はい、タケルさんともいつもやり取りさせていただいてたんですけど、うんうん、期間設定としては僕としては3年という期間を、はい、設定させていただきましたと、うんうん、でこれ特に根拠があるわけではないんですけども、うんうん、僕はねどちらかっていうと長い目標を立てても、うん、なんだろうな目標がぼやけてしまうんですよね、うん、確かに例えば10年後とか、はい、想像できますかっていう感じ僕も全然想像できなくて10年先が、うんうんうん、もうちょっと短いスパンで考えないとやる気がモチベーションも保てないと思ったんですよね。でどれぐらいが限界かなと思った時にそうは言っても1年でファイアできるわけがないと思ったのでじゃあ3年だろうっていうところでなんとなくの感覚値なんですけどただそこに向けてですね根拠的なところが実はあって野村克也さんの、はい今亡くなられたね名将と言われる野村克也さんの言葉に、はいまあ、1年目では種をまき、うん、2年目に水をやって3年目に花を咲かせようというような言葉が、うん、ふとね書籍に書いてあったのがすごく目に入って気になって、うん、あちょうどこの3年というスパンっていうのが一つ一つのね何か物事にチャレンジして花を咲かせるっていうスパンにちょうどいい期間なんだなっていうのをその時すごく感じたのでそれもあってちょうどねその3年っていう設定がすごく、はい、なるほどしっくりきたっていうそんなような感じですね、はいまあ、多分いわゆる巷で流行ってるファイヤーとかって結構長期スパンのファイヤーですけど、うん、だと思います10年20年、ね、そうですよねでも20年後想像しながらなんてなかなかこう助けに落とし込めないと思います、まあ、そうですよね、はい、それこそライフステージも変わってきますしね、うん、それご結婚ご出産とか、うん、お子さんが怪我したご両親がとかいろいろありますからねねはい、なので加藤社長はもう短期スパンでもうがっつりやろうみたいなそうですね短期集中型かなと思います、はいはい、ということですね、はいはい、ありがとうございます、うん、では、続いての質問は、うん、なぜ1億円なのかっていうなんかその理由とかってあったりとかはしますかなるほど、はい、今1億円って言われたのはですね、はい、僕が一応その純投資資産1億円を達成したら僕はファイヤーっていうのを設定したから今1億円ってお話いただいたんですけど、はい、実はこの1億円っていうのは1億円じゃなくてもよくてその設定する、ね金額っていうのは人それぞれでいいんですけれども僕の場合は1億円っていうのを設定した理由が明確にあって、はいはい、大体ですね僕投資家もやってるじゃないですか、はい、で運用していく毎年その、投資をして運用していくっていう、その運用率がですね大体 5% っていうのは保てるなっていう過去の、実績があるんですよ、はいはいもちろん上振れたり下振れたりもするので時に 5% 切る、まあ、5% 切ることはほとんどないんですけど時に 20% とかね、はいはい、すごくこう運用がうまくいくっていう年もあるんですけど、うんうんまあ、そういう時ばかりじゃないんですね、うん、なのであんまりこう強気で読まないで 5% っていうのは大体僕のライン人それぞれ違うと思うんですよ、うん、3% 固い運用してる方だったらあんまりこう年間 5% って割と高いかなと思われるかもしれないです、うんうんはい、そういう場合は 3% でもいいんですけど僕の場合は 5% ですとで 5% の運用ができるということは1億円運用してれば、うん毎年500万は最低何にも働かなくても入ってくるんですよね、はい、なんで僕の生活を考えた時に今ミニマリスト生活して ご覧の通りこう何もない生活、はい、でこう僕もそのなんだろう贅沢とかも基本的にはそんなにしないしっていう中で500万円年間あったらもう本当に贅沢できるくらい、うんうん、ゆとりのある生活ができると思ってるんです、うんうん、ですので僕は1億円の純投資資産投資可能な資産額が1億円になればファイヤーだろうというところを設定させていただいたという形になります、うんうん、ですので、うんうん、5000万円でファイヤーっていう方もいるし、うんうん、3000万円でファイヤーって方もいるんです、うんうんうん、なのでそれぞれの、ね、ライフスタイルに合った設定の仕方をしていただければいいのかなと思ってますことですね、はいはい、で実際ちょっとねまた質問の順番が変わるかもしれないですけ ど実際このなんか1億円という額、うん、ファイヤー達成してなんか率直 なんか感想という か、うん、なんか達成感とかはあったのかなっていうあそうですね、はい、達成感は当然あります、はい、あるんですけど、はい、そのなんか1億円超えたというかその数字の達成感というよりかは日々の達成感を感じてました、はい、僕はなので確実にこう資産って増えていくんですよ、うんうんうん、その間貯めてね資産を、はいはいはい、計画立てていくとね、うんうん、でその間が一つ一つのこうハードルを超えていく感じが一つ一つ達成感だったので最後のゴールテープ切ったところにすごくこう特別な思いがあるかっていうとそうではないかなっていう感じはしましたね、うん、なるほど、はいはいまあ、確かになんか貯金とか貯蓄とかも例えばですけども100万円超えたらとか500万円1000万円超えてたらなんかちょっとした達成感味わえるそんな感覚ですかね、そうですね、その過程が楽しいと思いますね、確かに達成感あるし、はい、ありがとうございます、はい、では、続いての質問なんですが、うん
お金が貯まり出した一番のきっかけやターニングポイントはありますかということで、いかがでしょうか。そうですね、ここに関していくと、やっぱり、ね、考え方を変えないとなかなかお金が貯まる体質になるのっていうのは難しいと思ってるんですよ、で考え方を変えるって言ったけど、そんな簡単じゃなくて、やっぱりね、なかなかこう人間、社会人とかになるともう人格って形成されてて、性格も変えられないし、考え方ってなかなか変えられないと思うんですよ。で例えばね、あの人ってすごいいいこと言ってるなとか、あの人尊敬できるなって方がいたとして、その時にすごくいいなと思っても、自分の生活にライフスタイルにそれを反映させるってものすごいハードルが高いと思っているんですね。なのでここに関してはすごい強い意識が必要だと思います。なんですけど、僕は意識を変えないと絶対お金貯まらないなっていうのが分かったので、本当に強く意識を持って変えたっていう感じですね。なるほど、はい、でその変えた点がですね4つあって、僕の中ではでこの4つを変えたところが全てこうお金が貯まる体質に変わったポイントなんです。で4つともすごく参考になると思うので聞いていただけたらなと思ってるんですけど、1つ目が、投資志向になったっていうところですね。でこれもよく巷でも本とか読むと出てくるワードなので、ちょっとネットで調べていただくとあると思います。で投資志向っていうのと消費志向があるって言われてるんですよ。で分かりやすく言うと、お給料入りましたよね、お給料入った時にそれを、あ、お給料入った、わーい、何か買いに行こうってなっちゃうのが、何か食べに行こうとか、ボーナス入ったから車をローンの頭金にしようとかっていうのが消費志向で、投資志向の方は、わーい、お金が入った、どう増やそう、っていう考え方なんですよね。だから全然こう逆なんですよ。使う方を考えるのと増やし方を考える。でここのところがどうですかと、で世の中一般の方はお金が入ったらどう使うに行くっていうのは9割と言われてるんですよ。なので1割のお金が入った、わーい、どう増やそうってなれる感覚を身につけていただくっていうところが、まず1つ目の思考改革というところになります。で僕今4つ言うんですけど、4つともほとんどが大衆の方がお金がたまらない思考に行くように、もう世の中から仕込まれちゃってるんですよ。なるほど、なのでここのところすごく意識しないとなかなかその大衆側から抜け出せないので、注意していただきたいなと思ってるポイントです。で2つ目、2つ目がですね、恐怖で買って強欲で売るっていう、これ投資の格言なんですよ。でこれ大体ほとんどの人が逆をやってしまいます。でこれも相当意識しても難しくてですね、最近ちょうどツイートしたところでもあるんですけど、やっぱり人間って感情で動く生き物なので、すごく周りの人とか、ね、人のなんていうのか、大衆の感情に自分もこう揺さぶられる。例えばですけど、株が暴落しました、すごいもう全然今やばいっていう、この大衆の感覚にすごく自分も、なんつうんだろう、染まっちゃうんですよ。世の中的にもう終わってるこの株ってなるんですよ、世の中。その時が実はチャンスで、でチャンスでっていう風に気づける人はやはり同じように1割以下だと思っていて、なので今言った恐怖で買って強欲で売るっていうのは、世間の大衆の感情が、恐怖に行ってる時にチャンスだと思える人が、勝てるってことですね。なるほどなるほど。ですごくこう株がいい、すごく上がってる、日経平均3万円超えた、これからガンガン行くんじゃないか、これが世間の一般の声なんですけども、感情ね、なんですけど、強欲の時には売らないといけないんですよ。上がってる時に売る、これがまたできない。なるほどなるほど。でこのところの思考改革っていうところも、これ僕ここはね、志半ばやってる最中って感じ。どうしてもやっぱりね、人の感情というか大衆の感情に引きずられる、どうしても、少なからずありますよね。絶対引きずられます。そうですね、はい、っていうところ、それが2つ目、3つ目が、新しい可能性のあるものに投じるっていうところですね。でこれは何を言ってるかというと、新しい可能性のあるものって皆さん恐怖に感じるんですよ。で自分が分からない世界って怖くないですか。確かに確かに、なんかどっか、例えば自分が行ったことない国で、なんかこう、なんだろう、怖いなって思いませんか。なんか知ってると安心感あるじゃないですか、その行った先のことを知ってるから安心感がある、みたいなところでいくと、テクノロジーとかもそうで、分かりやすいところでいくと、例えば20年前とか、20数年前なのかも、インターネットがこう黎明期だった頃って、
いや、やっぱりそんなインターネットの時代なんて来ないと、はいはい、で僕はアナログ人間なんでって言って、うん、そのインターネットをこう捨てたというか、うんうん、ちょっと僕はそういうのについてきませんって言った人って、うんうん、どうですか今やっぱり厳しいと思うんですよ。そうですね、その人、そのインターネット捨てた人が今すごくこう富で栄えてるっていう人ってほとんどいなくて、うん、インターネットに乗った人がみんなすごく、うん、まあ、堀江さんしかり、そうですね、あらゆるインターネットでこう成功した人とかを見ていても分かると思うんですけど、うん、やっぱこう新しい技術とか新しいものに飛びつける思考っていうのがすごく大事で、うん、なんですけど基本的に大衆の人はさ、怪しげな目で最初見る。そうですね、今で行くところの、うん、今ウェブ3とかそういうの文脈流行ってますけど、うん、仮想通貨とかそれまさにそこら辺の、うん、まあ、ウェブ3の、すごく中心的な、分野なんですよ、うん、でと、今回のねその仮想通貨っていうところの情報を知ってる人たちと知らない人たちにすごくこう今分かれていると言われていて、うん、クリプトデバイドっていうワード、はいはい、これはあの最近のワードなんですけど、以前はデジタルデバイドって言われてたんですよ、はいはいはい、インターネットに乗っかった人とインターネットを捨てた人、うん、ですごく分かれてしまうということ、はいはいはい、でインターネットで、あの デジタルデバイドしちゃった人はもう現代でクリプトデバイドにも乗れない、あのクリプトの文化にも乗れないと思うんですけど、そこの新しいものが出てきた時に、分かれる時のその、乗る側に回ってもらうってことがすごく重要かなと思っていて、僕もどちらかというとアナログ人間なんですけど、インターネット活用しないとうまくいかないよ、富つかめないよっていうのは分かってるし、今回の Web3 に関してもすごくこう積極的にブロックチェーンであったりとか、まあ、NFT の技術だったりとかメタバースだったり、ここら辺の文脈にしっかりとこうコミットしてやっていってるっていう、これが3つ目ですね、ということですね、はい、で4つ目お願いします。そして最後4つ目なんですけれども、はい、これも皆さん騙されてるんですけれども、うんうんうん、多くの方があのマーケティングの罠にはまっていると、はい、これ以前の動画でもちょっとお話しさせたことがあるんですけれども、うん、世の中的にですね、あのお金を使ってくださいっていう仕掛けがたくさんいろんなところにあるんです。それは企業からは当然のことのようにあるじゃないですか、うん、母の日なんでなんとかキャンペーンです、はいはい、なんとかプロモーションやってますとかっていうんで、うんうん、イベントやったりキャンペーンやったりいろんな形で物を売るっていう罠をね、あの、うんうん、張ってます、うんうん、なんですけども、これはね国家単位でやってくるので、うんうん、国もやっぱり消費がされないとその国の景気が上がってこないので、はい、どうにかしてお金を使ってもらおうということで、うんうん、企業を支援してお金をあのなんていうですか、企業を支援することで企業が、販売活動消費活動を積極的にやってもらえるように支援してるわけですよ、うんうんうん、支援する側、消費するのを、促進する側なんですよね、うんうんうん、なんでそこら辺のところを知っていただくと、あの実は、お金って消費させるようにされてるんだけど、うんうん、必要本当にありますかってことを冷静に考えると、うんうん、意外といらないものが多い。確かに母の日に何かをしなきゃいけないっていうのは仕込まれてるんですよ、うん、はい、まあ、もちろんお母さんへの、ね、感謝の気持ち大事ですよ、はい、大事だけどやらなきゃいけないとは言ってないけど、はい、基本的にはマーケティングの罠です、ね、まあ確かにそうですね、はい、でそれがもう週単位であるわけですよ、うん、今週は何とかのイベント、うん、まあ、あの土曜の牛の日とかね、はいはいはい、うなぎ食べなきゃいけない理由は本当はないんですよ、はい、けど食べるんですね皆さん、あの、はい、高いお金を払って、うん、で恵方巻きを食べますとか、うん、ああいうのも全部マーケティングなので、うん、そういうところを一旦ちょっとあの引いた目で、うん、見て周りと合わせなきゃいけない、でも同調圧力なんですよね、うん、周りがみんなやってて SNS とかでも今日なんとかの日だよねって食べて、うん、食べました、家族でパーティーやりましたってやるんで、自分もやらなきゃいけないなってなるんですけども、そこをあえて自分は一歩引いて自分は最低限必要なものだけを乗っかるっていう形にするとお金ってすごい貯まりやすくなるかなと思います。はい、はい、で今4つ言ったじゃないですか、うんうん、でほとんどの人が、お金が消費される側に行っちゃうんですよ、うんうんうん、だから僕はそれ全部逆に言ってるんですけど、うんうん、そうするとどれだけ希少性があるかっていうのをこれからご説明するんですけど、はい、まず投資志向っていうところで1割側の方に行くと 10% の方に入る、 10% 側に入るじゃないですか、うんうんうん、で2番目の恐怖で買って強欲で売れるっていうのはできない、ほとんどの人ができないんで、うん、できるようになるとまた 10% の人になれるんですよ、はい、で3番目の、新しい可能性に投じれる人って1割以下なんですね、また、うん、なんでここもかける 0.1、はい、10% の方に入る、はい、うんうん、で最後のねマーケティングの罠を知るっていうところで、うんうん、みんな大衆が動いてる 90% の方と逆の方に行くっていうところで逆張りする、うんうん、そうすると 10%×10%×10%×10% ってどうですか、
1万人に1人しかいないんですよ、そこの人って、はいはいはい、それこそが差別化で、なんで世の中ってお金持ちの人少ないんだろうと思うと思うんですけど、うんうんうん、そうやって大衆の方に飲み込まれていってしまうので、分かると思うんですよ。9999人の人はなかなかお金を貯まりづらい思考になってると思うんで、この4つの、なるほど、4つ全部やらなくても少数派になれるじゃないですか、うんうん、4つのうち3つを網羅したとしても、うんうんうん、1000分の1の希少な考えを持った人になれるので、そういう意味ではこの4つの一つでもいいことが、いいなと思ったことを、はい、実践していただけると、はい、いいんじゃないかなと。いうことですね。はい、でも本当、はい、いえいえ、でも本当すぐっていうよりもなんかちょっと着実にね、1個ずつクリアしていくのも結構ありかもしれないですね。そうですね。はい、相当変わると思います。そうですね、僕はこれ4つ変えたことによって相当変わりました。なるほど。僕自身もミニマリストになったことで4つ目のマーケティングの罠は知れて、それを踏まえて買うことはあるかもしれないけど、で最近投資始めて、まあ投資志向になりつつっていう感じで、うんうんうん、あとはまあ恐怖でね、売らないようにみたいな。そこ、ね、はい、僕も課題です、ね、はい、っていうのはもう僕自身もね、ちょっといろいろ学びになりましたね、うん、はい、ありがとうございます。ではでは、続いての質問なんですけども、うん、今加藤社長はなんかどんな金融資産をお持ちなのかっていう、うん、ちょっとなんか割合も含めて聞けたらなっていうことで、いかがですか。分かりました、はい、そうですね、資産の割合は多分ミニマリストたけるさんとの動画で初めてお話しするんじゃないかな、はい、と思うんですけども、初公開、はい、そうですね、初公開で、当然ね、ポートフォリオって僕は変更するべきであって、うんうん、固定しておくべきじゃないと思ってます、うんうん、なのであくまで現時点のっていうところでお話をさせていただくんですけれども、ね、はい、今現時点だとですね、うん、一番多いのは、先に僕の特徴言っていきましょうかと、はい、いうところでいくと、うんうん、僕の場合は非常に現金比率を低くしてます、はい、でこれは参考に、していただかなくてもいい部分なので、うんうん、これがいいんだというふうに勘違いされると、うん、ちょっと危ないかなと思うので、はい、ここは運用に関しての、はい、僕なりのこだわりっていうところなので、それを前提に聞いていただければと思います、はい、あくまで参考程度にということで、そうですね、はい、はい、なんていうんですかね、慣れてないとというか、僕のライフスタイルだからこのような形ができるって形になります、はいはい、まず、一番多く持っているのが国内の株式ですというところで、去年までは、米国株を持ってたんですけれども、それはもう売却して国内株式一本に絞ってるんですけど、国内株式をだいたい全資産の 40% ぐらいをそれで運用しているという形になります、はい、で一番ですね、ここが、なんだろう、ファイヤーするために一番肝になっているシェア配分になっていて、はいはい、ここの株式が基本的にその、ベーシックインカムっていう、指定期収入を生んでくれます、うん、いわゆる不労所得をね、うん、生んでくれる部分で、国内株式だと、はい、まあ、大体そのいい、配当銘柄の株を買えば 5% 以上が確約でされて、うん、ましてや日本の大企業の株ってなかなかこう安定してるんですよ、はい、潰れることもないし、僕の場合は主に銀行株に投資してるんですけど、うん、日本の銀行ものすごく手厚く国からも守られていて、ですごくこう大手の、銀行って安定していて、まあ、世界的に見てもすごく日本の銀行って安定しているので、いうところで僕はその、まあ、ずっと長期保有するっていう意味 でかつずっと長期的に安定的な収入を与えてくれるじゃないですか、っていうところで、国内の株式っていうところを、メインで今ポートフォリオを組んでますという感じですね、はい、で、細かくなってくるんですけど、ここから先は、はい、いくつもすごくポートフォリオ広く組んでますで、これも僕的にはすごく戦略があって、まず一つは、まあ、いろんな領域の、投資を知ってないと、何々が例えば不動産の市況がいいなっていう時に、僕不動産の知識全くないんですってなっちゃうと、ロスしちゃうんですよ、うんうんうん、せっかくあの利益をね生むチャンスがあるのに、その領域知らないっていうとすごくもったいないので、僕は割と広く勉強していて、なので不動産も今は割と好調なんですよ、はい、コロナで都心がね、から人がいなくなって、で都心の価値が下がるんじゃないかとか言われてたけど、意外と、まあ、僕が今住んでる周りもすごく価値が、はいはい、土地の価値も建物の価値も上がっていてみたいなところで、割と不動産は想像していたよりも安定してますというところで、一応不動産も残していて 10% ぐらい持ってますというところですね、それから先ほど申しました新しいものへの投資っていうところで、今僕はNFT というノンファンジブルトークン、はい、これ説明しだすと1本になってしまうのでそうですね、ちょっと手短に説明はしないですけれども、はい、いわゆるデジタルの資産です、データとしてその資産を持つっていうね、まあ言ったら株式とかもデータでこう管理するので、それに近いっちゃ近いんですけれども、今最近の NFT っていうのはアートとかね、そういうものを
データ化して、それがブロックチェーンで管理されてて、唯一無二のもの、あなたのものと証明されて持てるっていう、そういうものなんですけども、例えば僕の場合でいくと仮想空間の土地、メタバースですね、いわゆる今流行りのメタバースの土地を僕買ってます。なるほど。これはねとすごくこだわっていて、で今は若干ね、仮想通貨が、の領域がね、ちょっと市況が良くないので、NFT 自体もそんなにこうガンガン値段が上がってる状況ではないんですけれども、これは未来価値を見てます、うんうん、未来そのと、将来ねメタバースで生活する人が数年後に、20% だかそれぐらいになるって言われてるんですよ。だから1日24時間のうちの何時間かをもうメタバースの世界で住んじゃうみたいな。なるほど、すごいですね、仮想空間的な。そうなんですよね、はいはいはい、そうなると今はリアルの世界なんだ、なので自分の土地とか家が必要だけど、メタバースの世界に行った時に必ず建物とか土地って必要じゃないですか、確かに、はい、いう時に借りて住まなくてもいいように、今のうちに大家さんになれるように投資をしているっていう、はい、仮想空間のオーナーになる。そうですそうです、はい、まあ、不動産投資と一緒です。そうですね、っていう感じで、はい、NFT っていうところに投資してます、あとはゲームとかのキャラクター買ったりとか、こういうところは投資してます、NFT です、はい、それからこれもあた、ウェブ産系なんですけれども仮想通貨ですね、これもおそらく、将来的に価値が上がるであろう、通貨に、20% ぐらい投資します。なので今言ったNFT と仮想通貨っていうのはウェブ産系の商材で、そこに3割投じてる、これは割と大きいと思います。なるほど。なのでここは参考にしていただくのは、まあ、ほどほどにしていただいて、まあ、数パーセントはねポートフォリオに入れるとすごくこれから伸びる可能性があるのでいいと思うんですけど、ただこう波がすごい大きな、例えばね1000万円で買ったものが300万円になっちゃいましたみたいなこともすごく頻繁として起こる、それが数日間で起こることもあり得る笑えないですね、世界ですので、ここのところはご無理のない範囲 で、ね、で僕の場合は3割っていうのは非常に攻めている感じかなと思います。はい、それから、保険ですね。で保険僕はあんまりね入ることをお勧めしないんですけれども、はい、僕が言ってるこの保険っていうのは、あの掛け捨てのものじゃなくて将来帰ってくるようなものに対して保険を投じてます、で特に僕は生命保険とかそういうのはあんまり興味がなくて、死んだ後のことを考えてもしょうがないじゃんっていう派なんですよ、僕としてはね、はい、なので死んだ後のことよりかは生きている時にどう豊かになるかのための保険、なので一番入れてるのはあの倒産防止保険みたいなものですね。なんで会社が倒産した時に、お金が入ってくるんですよ、そうするとだから倒産が怖くなくなるっていうところに割としっかりかけておくってことによって、で割とこれ元本保証みたいな形で、あの倒産しなくても満期になれば戻ってくるみたいなものをにかけてるので、非常に低リスクで、あのなんていうの、高価値、高付加価値っていうのでその倒産のリスクっていうのを下げてるっていう感じですね、これは 10% ぐらい、でここからさらにちょっとマニアックになってくるんですけど、まあ、投資家っぽくなるかな、はい、エンジェル投資っていうところに、投じてます、はい、でエンジェル投資っていうとすごくこうなんかね、あのベンチャーキャピタルとかね、すごい難しいあの世界なんじゃないかなと思いがちかと思うんですけど、僕の場合はエンジェル投資のプラットフォームを利用していて、あのエンジェル投資をしたい人とエンジェル投資をされたい会社がマッチングされるアプリが今あってですね、でそのアプリで、はい、まあ、あのすごくいいのはですね、要は自分でそういう会社を選定するとなかなかこうそのなんだろうな、情報を集めたりも難しいし、その、情報をつかむネットワークも難しいし、そのプロジェクトが 本物なのとかね、そういうのの真偽を確かめるのもすごくこうハードルが高いんですよ。でもアプリを介することによってアプリが一次審査をしてくれてるわけですよ。あ、そうですね、その会社が本当に皆さんからお金を募ってもいい信頼に足る会社なのかっていうのを一次審査してくださってるので、その中で出てきたプロジェクトの中で僕は、あ、このプロジェクトは面白そうだな、でしかも統一したフォーマットで比較できるようにしてくれてるんですよ、他の会社同士がね。なので、あ、この会社すごくいいな、あ、これウェブ産系でこれから伸びそうだな、みたいなところに、あの投資をさせていただいていて、これ今5社投資してるんですけど、はい、それがまあ 5% ぐらいで化ける可能性があるんですよ、これ、はいはいはい、上場して、でその株式を持っていると将来的に売れればですね、すごく大きな、あの本田圭佑さんとかが成功されたのもこのエンジェル投資ですけども、そういう形でエンジェル投資、これは基本的にはなくなってもいいお金です、これあの
向を期待して 20%、40% とかポートフォリオ持っちゃうとはい、はい、マジでゼロになる可能性が割と高い。なるほど。ほとんどがエンジェル投資って、うん、上場できるかも分かりません。上場できる保証があるものではないんですね、うん、ただもし上場した時にその最初の株を持っていられるのは権利があるので、うん、その時にすごいリターンがありますよって話なので、なるほど、まあ、あくまでリスク資産として捉えていただく、ゼロになってもいい、うんうんうん、仮想通貨よりもしかしたらもっと低い可能性にかけているという感じです。なるほど、はい、最後が現金 5%、 これはちょっと異常数字だと思いますので、はい、うんうんうん、ここがですね、僕がもう少しその日本円に対しての信頼が高かったらもう少しシェアを増やしているかもしれないんですけど、日本円がすごく今弱いんですよって聞きますね、はいはい、まあ、円安になっている状況も見ても分かると思うし、はい、海外に行くと一番分かると思います。これから今コロナで皆さん行かれてないので、海外とのね、日本がどういう状況でっていうのは分かりづらい、見えづらいですけど、海外に行くとものすごいこう物価が高くなっていて、日本ってすごく安い、物価が安い国になってるんですよ、はいはいはい、なんで国にすごい、日本にこうインバウンドって言ってたくさん人が来たじゃないですか、あれって日本に急に魅力が増えたんじゃなくて、実は、お金が安い、日本だとすごく贅沢ができるっていう感覚で外国人が入ってきてたんですよね。これって割と気づかないんですけど、うんうん、そういう状況もあって日本円がすごく弱いので、僕としてはなるべく、まあ、他の資産であったりとか、要は世界と戦える、世界と同率で戦えるような資産に変えておくっていう、すごくそういう意識が高いです。 なので現金は最小限、会社が回る最小限、はい、割とギリギリで困る時もあるんですけど、はい、そういう時は資産取り崩すと、あ、なるほど、いうような感じですかね、はい、ちょっとバランス取りつつ、そう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 、ということですね、ということです、はい、以上です、ありがとうございます、はい、ではでは、続いての質問はですね、今後の展望ということで、はい、まあ、ファイヤーされてなんか始めることとか、うん、逆にやめたこと、やめたいこととかはあるのかっていうところはいかがでしょうか。はい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 、そうですね、ファイヤーして、うん、なんかね、どうなったんですかって最近よく聞かれるようになったんですよ、はい、うん、仕事も辞めるんですか、はい、とかね、僕もさっき聞きましたはい、聞きました、なんですか、もうなんかもう旅行ずっとしてるだけですかとかね、うんうん、なんか聞かれる、そんなことはなくて、はい、やっぱファイヤーしてもそんなに人間って習慣変えられないし、やっぱこの3年間ずっと仕事と投資にもう100%、120%、はい、フルスロットルでやってきたので、うん、割とその惰性がすごく残っているので、はい、習慣的にっていうか生活スタイルはほとんど変わってないです、はい、でその中でじゃあファイヤーができたので、うん、まあ、どんなことやっていきたいかなっていうのは割と考える、ことができるようになってきましたというところで、今次のステージで考えているのは、はい、海外進出を考えてるんですよ、はいはい、で海外進出をしたいなと思ったのも先ほど の、 まあその日本の、未来を考えた時に、やっぱり日本よりもすごくこう海外の方がこれから伸びていく国が経済的にもそうですし、豊かになる上でもやっぱり日本ってどうしてもこう人口が下がっていくじゃないですか。そうすると、国を支えていくために、その支えていくための労働者がどんどん減っていくので、一人当たりの負担がこう大きくなってしまうんですよね、ってなると税率を上げざるを得ないとか、なかなかこう、なんだろう、日本に住んでいてより豊かになりやすい、何もし今の、生活をずっと僕らが維持してて、勝手に豊かになっていくっていう状況ほぼないんですよ、ほぼないです、ないです、はい、ないと思ってた方がいいと思ってます、はい、なるほど、ないです、はい、のでじゃなくて、もう経済成長している国って今のスタイルをずっと いわゆる昭和のバブルの頃、僕も知らないですけど、親の世代ですけど、はい、いう頃はすごくこう お金を持ってるだけで、郵便局に預けてるだけで2年後3年後には2倍になるとか、そういうような、何もしなくても豊かになる時代ってあったんですけど、それが海外だと今来ていて、今日本に来てるのが海外だとそれが来ていて、はい、ってことはそういう国で今の生活基準を保っているだけで豊かになれるっていう国があるわけですよ。そういうところにある意味こう生活の基盤を移すっていうかね、で簡単じゃないじゃないですか、やっぱり、まあまあそうですね、語学の壁、はい、文化の壁、まあたくさんの壁があると思います、はい、なんでそこを3年間かけて、ネクスト3ヤーズですね、ほうほうほう、3年間ファイヤー、はい、日本で頑張って3年間でファイヤーっていうのをやって、ネクスト3年ステージです、何言ってんだろうね、なんかはい、まあ、次の3年の種まきとか成長をね、そうですね、はいはい、そう3年間で海外で生活する基盤を作るって決めてます。なるほど、へえ、はい、なので、はいはいはい、そこをまあずっとコロナでなかなか海外行けなかったじゃないですか、うんうん、そうですね、というのがようやく解禁されたので、はい、これからちょっと来月早速海外行くんですけど、へえ、まあ、ちょっとずつねその基盤をこれから作っていこうかな、はい、っていうことですね。なんか注目してる国とかあんまり言わない方がいいんですか。
言っちゃいましょうか。はい、注目してる国はですね、はい、ドバイですね。お、なるほど。まあ、はい、国というか町ですね、はいはい、国の名前としては UAE ドバイ首長国ですね、はい、ドバイ首長国連邦かな、はい、多分、はい、だと思うんですけど、はい、アブダビが首都なんですけど、今ドバイっていう町がね、いわゆるもう本当に日本でいうところの新宿とか、まあ、本当大都会の町で、日本よりもはるかに発展した新宿と考えていただければと思うんですけど、まあ、そういう町があるんで、そこだともう本当 Web3.0 とか、そういう今の新しい時代の会社がどん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 ドバイに集結していて、すごい経済的な発展を遂げていて、今後も遂げていくと言われている、そういった国に注目してますね。でそういうところに僕は、うん、基盤を作りたいなって思っているんで、うん、来月ねちょっとドバイに行ってこようかなっていうことですね。思ってます、はい、僕もちょっと最近ね、海外進出というか海外ちょっと考えてて、ドバイとトルコとタイと素晴らしいですね、はい、ぜひドバイで何か企画がご一緒できればそうですね、タイミングがあったらドバイでちょっとドバイをコラボ僕ご案内するとか、ね、そういうのも嬉しい。それこそ長期滞在っていうか、何回か頻繁に定期的に行く感じですか？そうですね、ドバイに関しては割と定期的に行って、うん、そうですね、生活基盤のメインをドバイにしようかなと考えているので、はい、割とこう頻繁に行って調査をしていこうかなと思ってます。なるほど、ちょタイミングがあればぜひぜひドバイで、はい、ぜひぜひインタビューをさせていただけたらと思います、はい、はい、ありがとうございます、はい、ではでは、ファイヤーに関する質問は以上になりまして、うん、はい、今度はですね、ちょっとミニマリスト生活についてのちょっと質問をしていきたいと思います、うん、はい、1つ目の質問は、うん、なぜ社長かつ資産家投資家なのに、うん、まあ、ミニマリストを目指したのかっていう、まあ、理由をちょっとお聞かせいただけたらと思います。はい、ミニマリストを志したのは、確かにこのファイヤーを達成するためにすごくこう必要だと思ったからなんですね、はいはい、でファイヤーを目指すためにやっぱりこうお金が貯まりやすい環境を作る必要があって、そのためにまあミニマリストってすごく何度かね、以前もお話しさせていただいてるんですけど、お金が貯まりやすい性質があるんですよね。なので僕の場合はですね、その投資家だったりとか資産家であり、会社の経営者っていうところはあったんですけれども、ファイヤーを目指すためには必須なタスクだったなと僕は思ってます。逆に言うと、その3年間でファイヤーっていうところを目指す上で、ミニマリストにならなかったら、おそらくファイヤーを達成できてないんだろうちょっと厳しいというふうに思ってるのでまあそういう意味では、まあ、お金を増やそうと思ってる人たちにとっては、そのなんとかだからとか社長とか投資家だからとか全く関係なしで、フラットに見ていただいて、お金を増やしたいっていうところにミニマリストのライフっていうのはものすごく寄与してくださる、くださるというか、ね、敬語になっちゃったけど、ね、はい、生活の基盤としてはすごく大事っていうことですね。ということですね、はい、いや、もうありがたい限りですね、はい、本当にそう思います。なんか社長とかね、やっぱ投資家資産家ってやっぱすごいお金持ちで、なんかそのミニマリストっていうなんかね、簡素なイメージになんか生活する必要ないんじゃないかと思われる方もいらっしゃるかもしれないけど、とんでもないですね。まず逆ってことですよね、お金増やしたいとか投資したいとかファイヤーしたいっていうのはもう一個ベースとして大事な要素というか。そうですね、割とお金持ってる人でもミニマリストと呼ばないまでもこう質素な生活してる方ってすごく多いんですよね、なんかジョブズさんとかもそうじゃないですか。そうですね、もうすごく質素なね、いつも服を着て、はい、まあ、割とそういう贅沢してる、ギンギンギラギラの社長みたいな方って割と減っていて、なのでミニマリスト志向っていうのが割と一般的にまで広がってきてるんじゃないかなと思いますけどね。なんでぜひミニマリスト思考を身につけたい方はね、たけるさんの本を読んでいただいて、ありがとうございます、はいはい、そうするとすごくこう身につく、メリットとかもすごくわかると思うので、はい、はい、ということですね、はい、おかげさまで第3作目がちょっと宣伝されますけど、そうそうそう、ありがとうございます。素晴らしいですね、はい、ちょっと本当先ほどの加藤社長のお話にもつながると思います、まあ、ミニマリスト生活と、まあ、お金に関する本をね、ちょっとガッチャンコした本から出します。もしご興味があれば 本屋で立ち読みしていただくところから、ね、はい、していただけたら嬉しいです。実はその本にちょっと僕も寄稿させていただいたっていうのもありましてですね、はい、僕の方からもぜひね読んでいただきたいなと思っております、はいはい、ありがとうございます、はい、ということで、じゃあまたちょっと本題に戻りまして、はい、2つ目の質問なんですけども、ミニマリスト生活の魅力ですとか、皆さんにお勧めしたい理由とかがあればお願いします、はい、ミニマリスト生活というかですね、はい、ミニマリストになることのメリットって、お金がさっき貯まるっていうお話をしたんですけども、それだけじゃなくてですね、もう一つすごく大きなメリットがあって、はい、いらないものを捨てていくじゃないですか、そうするといらないものが捨てるっていうところにミニマリストってフォーカスされがちなんですけれども、その効果として、はい、いらないものがなくなると、いるものだけが残るってことじゃないですか、そうすると自分が、やるべきことであったりとか、自分が本質的なことに集中できる環境が整うんですよ。何を言いたいかでいくとですね、今悩んでる方、悩んでる人って
割と思考が分散していて、うんうんうん、何々もやりたいでも何々がある、うんうん、こう整理ができてないので一つにこう絞れない、うんうん、なんていうのかな、夢に向かって走っていけないっていう感覚になっていて、うんうんうん、ミニマリスト思考って物だけじゃなくて思考もすごく整理されることを意味していて、うんうん、いらないものを捨てました、今度はいらない思考も捨てます、いらないネットワークも捨てますってなると本当に自分がやりたいことがクリアに見えてくるんですよ。でこれが一番大きくて、先ほど僕がそのなんだろう、ファイヤー目指すために3年で達成しなきゃいけないっていう時にすごく寄り道してる余裕がないわけです、はい、そうですね、いろんなことやってたらとてもファイヤーなんかできないんです。だけどお金を貯める、お金を増やすってことにすごくフォーカスできたことが成功の要因なんですね、うん、でこの道をこうクリアにする、要はイメージですよ、うん、ゴールに向かって太陽があって、うん、太陽っていう夢があって、うん、そこに向かって一本の道筋が見える、うん、周り何もなくなる、うん、この状態にできるのがミニマリストのすごくメリットなところだと思ってるんで、うん、はい、伝わりましたかね、はい、大丈夫だと思います、はい、お伝えしたいなと思いましたということですね、はい、もう本当に明確化するからやっぱそこに一点集中でいろいろ時間も金もいろんな財産つぎ込めるというか、そう、ミニマリスト思考になったんで、はい、ファイアできたし、うん、次の3年に海外で基盤を作るっていうのも明確化できているということですね。これ本当物が多かったら、そう、海外行くのもなかなか大変だったりとかしますよね。そうだと思います。本当にお金もたまらなかったりとか、引っ越しとか、まあ、海外行くのにもね、荷物がたくさんあったりとかしたら、そういう点でもミニマリストは、ね、相乗効果でいいですからね、はい、本当に感謝しかないですね。ありがとうございます、はい、ということで、最後3つ目ですね、ミニマリスト生活についての質問は、うん、片付けのコツやミニマリストになる上で大事なこととかがあれば教えてくださいということで、はいはい、ミニマリストっていうと、はい、やっぱりこう片付けのプロであったりとか、うんうんうん、あとお金の、やりくりの達人みたいなね、はいはい、なんかそういうイメージを持たれてる方がすごく多いんじゃないかなと思ってるので、うんうん、僕としてはですね、大事なこととしては、うんうん、なんだろう、そのミニマリストをなんか見上げすぎないでいただきたいなと思ってるんです、うんうんうん、はい、で要は何かっていうと、ミニマリストって別にこうじゃないとミニマリストって言わないよっていう定義がないので、うん、僕も実はミニマリストになりましたっていうのは、うん、何かこう、まあもちろん部屋が綺麗だったから言おうかなみたいな、うん、なんとなくの基準はありましたけど、はい、なんかこうなったから言い始めたっていう基準は全くないんですよ、うんうんうん、そうすると皆さんもですね、このミニマリストになるために、私はミニマリストになれないとかって言って、うん、ちょっと高いところに置いてしまうんじゃなくて、うん、ミニマリストを近いところに感じていただきたいなっていうのがすごくあるんですよね。はいはい、なのでまず部屋の大掃除を例えばしましょうと、週末ね、今週末ちょっと部屋の大掃除しよう、大掃除したらもうミニマリスト名乗っていただいていいですっていう、そんな感じですね、そんな感覚確かに。そうすると、はい、名乗ることによって自分がこうそういうミニマルライフをやっていくんだっていう、まあ、意思表示にもなりますし、そうすると徐々にその理想の形に近づいていけると思うんですよ。なので僕それ割と使うんですよね。肩書きから入るじゃないですけど、まず自分の肩書きをすごくいいもの、例えば社長になるのもそうじゃないですか、自分がちょっと社長に対してまだ自分のスキルが足りてないなと思う人が、どうしても社長にまだなれないって言ってる人は一生なれないんですよ。なんですけど、先にその肩書きを名乗ってしまうと、その肩書きにふさわしくなるように自分も努力するようになるんですよね、うんうん、はい、なのでミニマリストですって名乗ってしまうことによって、すごくこうミニマリストらしい生活が徐々にですけど実現できるんじゃないかなというふうに思っています、ね、もう先に名乗るって結構大事ですよ ね、 そうですね。僕も今以上に多分5倍10倍ぐらい物ありましたけど、全然ミニマリストで反省してましたけど、ね、でも本当そこでやっぱ洗練されていくというか、磨きがかかっていく思います。逆に聞きたいんですけど、はい、ミニマリストたけるさんがミニマリストって名乗り始めたきっかけってどんな感じなのか聞きたい。きっかけ、でも本当 YouTube 始めるときになんか肩書き欲しいなっていうので、はい、まあ、ミニマリスト生活、まあ、元々物減らして片付けて、まあ、ミニマリストにはなりたいと思ってたんですけど、まあ、発信する上で、まあ、なんか肩書きがあった方が分かりやすいなっていうので、じゃあやっぱりその肩書き優先っていうところがあれなんですかね。そうですね、はい、まあ、先に一緒ですね、はい、名乗っちゃうっていうのはやっぱおすすめですね。行動も思考も変わってきますしね、名乗ると、はい、ということでありがとうございます。ありがとうございます、はい、
ではでは、前編最後のテーマはですね、節約についてちょっといろいろお伺いしようかなというふうに思っております、はい、まず1個目の質問はですね、家計簿ですね、はい、家計簿はどんなふうにつけていましたか、どんなふうにつけていますかっていうのはいかがですか、うん、はい、家計簿はですね、はい、まあ、僕は一人暮らしをしてますので、はい、誰かにこう家計簿を任せるってことができないわけなんですよ、うんうんうん、なので自分、はい、基本的には自分で家計を守っていかなければいけないんですけど、うんうんうん、まあ、お金が貯まらなかった頃も自分はですね、はい、まあ、家計簿も全くつけておらず、はい、それこそね、先ほど言った消費、完全なる消費志向だったので、はい、お金が入ってきた、よし、おいしいもの食べに行こう、なるほど、なんとか買いに行こう、ね、そのまま出て行って、はい、給料日前にはすごくこう、寂しい思いをしてなるほど、家計簿の代わりに銀行通帳でしたよね。あ、もう銀行通帳、あ、数百円しかない。こういうのがサラリーマン時代の、まあ、僕がお金を貯まる前の時代、まあ、割と数年前ですよ。お、でも本当そういう時代もあったってことですよね。もちろんです、もちろんです。 はい、なんで、まあ、でも皆さん割と大衆がこういうような生活をされていらっしゃるんじゃないかなと、うん、僕も分かるんですよ、すごい、だからそういう気持ちが、うん、なるほどなるほど、っていう感じから、そのね、うん、そう、3年前、まあ、起業する前ぐらいからかな、うん、割とねそういうところをしっかりとつけるようになって、でやっぱりね、その、はい、起業したのはすごく大きくて、起業すると家計簿というか会社の資産を管理していかなければいけないという、もう税制上もそうだし、そうですね、当然のことながらやらなければいけなくなって、で家計簿っていう形ではないんですけど、会社の資産簿っていうのをつけるようになりました。でも僕はもう会社を作ったのは自分の個人として稼ぐよりもそれを会社として稼ぐ、まあ、ほぼ自分の会社を法人に変えてるような感じなので、ほぼイコールなんですよ、僕からしたら。で、当然家賃とかもその会社のね、経費で負担してもらってますし、まあ、そういう意味だとほとんど会社の資産簿が家計簿みたいな感じでしっかりと管理してます。で、ここへ行くともう過去とは全然違う、今領収書を毎日毎日全部毎日ですよ、はい、毎日大量にね、1日たまった分の、領収書を精算して、チェックしてます、無駄なものなかったかなとかね、はい、っていうのはだいぶ変わったんじゃないかなというふうに思いますけどね。はい、確かにこれも僕自身個人事業だったりとかね、なってもやっぱ変わりましたもんね、やっぱ家計管理というか、やっぱ経費で節税したいし、そう、はい、なのでやっぱりなんだろう、変わりますね。変わりますね。個人事業主になったりとか、はい、起業家になると、うん、はい、そこら辺の意識、やらなければいけないっていうね、はいはい、強制力、強制力、これも結構大事ですね。はい、ありがとうございます。では、続いての質問はですね、うん、ご自身が加藤社長が削ってよかった支出ですとか、まあ、控えてよかった支出、おすすめの節約などはありますか、うん、ということでいかがですか。はい、こちらはですね、はい、明確に一つおすすめのものというかありまして、はい、で実際に、僕が、それにたくさん使っていたかっていうとそうではないんですけども、うん、いわゆるブランド品とか、ブランドものとか、はい、例えばね、はい、最近でいくと SNS でインスタとか流行ったじゃないですか、はい、うん、はいはい、でインスタの時に皆さん見栄えが良くなるためにいろいろお金使ってたじゃないですか、うん、まあまあそうですね、はい、服もそうかもしれないし、はい、まあ写真撮るために豪華食べ残してたらしいんですよ、あれ。なんか女子とかで写真撮るために注文をして写真撮って、はいはい、でも食べきれないからそれ残すみたいな、そういうこういうのも含めて僕は見栄消費って呼ぶんですけど、呼んでるんですけど、はいはい、ブランド品を身につけるのも見栄、まあ、周りからよく思われたいとか、すごくお金持ってるんだって思われたいとか、で見栄消費って割と取り留めがなくなるという、インスタだと例えばすごくいいねがついちゃったりするんですよ。そうすると、はい、さらにそれがエスカレートしてくるじゃないですか、はいはいすね、YouTuber とかもよくあるパターンで、なんか見栄消費ですごく豪華なものを置くようになったら、はい、なんか反響良かったんでどんどん買い足しちゃうとか、はい、それ割とあると思うんですけど、見栄消費って、お金がそもそも消費されやすいのに加えてエスカレートしやすいっていうこともあるので、はい、見栄消費っていうのはすごく僕は控えた方がいいと思ってますし、僕はあんまりしてなかった方かなと。でもやっぱり服とかは、なんていうのかな、ブランド品身につけた方が、これはね、でもメリットもあるんです。自分の自信が持てていく、そうですね、若い頃はやっぱ自分って何もないじゃないですか、で会社の実績もなければ、はい、社会で貢献したっていう自負もないっていう時に、まあ若さしかないしね、
ていう時にこう見栄を張るじゃないですけど、ブランド品身につけることによって自分に自信をつける、それも大事だと思うんですよ。なのでそこのその自分のモチベーションアップに対しては別にいいと思うんですけど、まあ少なくともそのまあ余計なブランド品っていうのを買っていくっていうのはすごく消耗するのでまあ良くないかなと、なるほどということです。もうどんどんエスカレートしてね、まあ、SNS のインフルエンサーさん炎上する方もいらっしゃいますしね、命を落とす方もいらっしゃいます、ね、いますしね、やりすぎて、ね、だからそこら辺はちょっと本当気をつけた方がいいというところでありがとうございます。ヘルさんありましたね、はい、なんかそういうなんかブランド品を買ってた時代とか、はい、ありますよ、サラリーマンの時とか、ね、1年目2年目とかこれ想像つかないですね貴重なお話じゃないですか、まあまあまあそうですね、本当サラリーマンで個人事業主成り立つの頃収入がちょっと 1.5 倍ぐらいになった時に、ね、やっぱ財布買ったりオーダーメイドスーツ買ったりとか、もう全部捨てましたけどね、はい、もう今ではもうユニクロですけどね、はいはいはい、そう夏服とかはそうだから僕もなんかプラダのスーツとか買ってましたもん。あ、そうなんですね、はい、そうなんかこの前もちょっとなんか経験で今までそういうお店行ったことなかったんで、その比較的に一般の方から比べて、うん、ブランド巡りしたんですよ、ちょっと、うんうんうん、お友達と欲しいのが一個もなくて、別にいい悪いというか別に置いといて、あでもそれで分かりますもんね。そうですね、やっぱり思考違った、そう試しに行ってみようってなって、まあ、資産価値のあるものをね買ってみようかなっていう思いもあったりとかしたんですけど、うん、一応今のところはいいかなみたいな感じで、うん、なるほどね、はい、ちょっとやっぱだいぶ思考も変わってきたっていう。そうですね、僕も多分ツアーしても変わらない気がします、はい、ということでありがとうございます、はいはい、ではでは、続いての質問はですね、うん、過去のもったいなかったなっていう、うん、なんかお金の使い道とかはあったりとかはしますか、うん。そうですね、僕はこれ意外ですね、割とね、はい、うん、ギャンブル好きだったんですよ。へえ、こう思うとね、意外と思われる方もいらっしゃると思うんですけど、はい、うん、ミニマリストとギャンブルってあんまりこう相性良くないというか多分イコールにならないと思うんですけど、はい、だから僕もね、その、うん、今はね、ほとんどやってないですけど、うん、当時はねギャンブル好きで、海外行くとカジノすごく好きでね、ただ負けなかったですよ、カジノ一回負けたことなくて。すごいですね、勝ってる時にやめるっていうコツがあるんですよ、カジノって。あ、みんな勝ってる時にやめられないので負けてる方に入る、負けてる方に入ると負けを取り戻そうっていう感覚になるんで、うん、もう止まらないです、負のループみたいな、止まらなくてゼロになっちゃうんですけど、勝ってる時にやめると、負けないんですね。なのですごく面白くないかけ方じゃんって思うと思います、うんうん、僕と多分一緒にカジノ行くと面白くないと思そうなんですね、何それみたいな、回数勝負の回数もめちゃめちゃ少ないんですよ。つまりずっと場を見て流れを読むっていうことをやるんですけど、はいはい、毎回毎回遊びで感覚で入っちゃう人って毎回毎回入るんですよ、エントリーしちゃうんですよ、はい、ルーレットだったら毎回ビットする、うんうん、そうするとカジノエッジって言って、カジノ側が必ず、50分の1とかの確率でカジノ側が全部持ってくっていうターンがあるんで、そこに徐々に徐々に削られるようになってるんですね、うんうんうん、なんですけど、それのカジノエッジをなるべく取られないっていう方法が、要は勝負の数を減らす、なるほど、やると負けないです、カジノで。それましたけど、はいはい、カジノは負けてないんですけど、負けたというか、割とお金使ったなと思うのは競馬かなって。へ、僕スポーツも好きなんで、はいはい、スポーツ感覚で割と見てるんですけど、どうしても好きなのにお金を張ってしまうはい、はい、応援の意味でもあるんですよ。なるほど、はい、すごくね、うん、で僕がねすごく好きだった、もうちょっとごめんなさい、これはカットしてください、必要なところだけやってください、はい、ディープインパクトっていう好きなのがあったんですよ、はい、聞いたことあります。ディープインパクトっていう、はい、今まで日本の競馬界で歴史に残るような名馬がいて、うん、僕ももうね惚れて大好きで、ディープインパクト追いかけて、凱旋門賞っていうパリのね、はいはい、世界最高峰のレース、はい、で日本の馬もヨーロッパの馬しか勝ったことないですね、このレースっていうのは。アジアの馬ましては日本の馬は一回も勝ったことないレース、うん、これを勝てるだろうと思って行って、はい、応援するために15万かけたんですよね、はい、1レースで、はい、見事にですね、はい、ゼロになりました負けたわけですね。そうなんです、15万円で、はい、これ僕はですね凱旋門賞行って、うん、まあ、フランス旅行代ね、うん、プラスアルファで15万円かかってる、相当かかってるです、ね、うん、でだけど15万円でディープインパクトが勝つと旅行代が返ってくる予定だったんですよ。あ、なるほど、これただでフランス行けるじゃん、すげえ、応援する馬はね応援してただで帰ってくれるんだと思って行ったんですよ、はいはい、そんなに人生はうまくいかないってことですね、はい、っていうことですね、っていうことなので、はい、基本的には競馬とかギャンブルとかは、うん、やんない方が多分今お金があったんだろうなとは思います。ただ、はい、勝負師としてっていうんですかね、うんうん、なんかこう勝負の時を見極める、まあ、カジノもそうですけど、はいはい、だったりとか引き際、うんうんうん、勝ってる時に引くだったりね、競馬はちょっとあんまりちょっと突っ込みすぎたかもしれないですけど、なるほど、その引き際の見極めとかね、はい、そういうところはできるようになったんで、まあ、ギャンブルが逆にその投資家としては、はい、いい経験になってるんじゃないかなとは、そうですよね、
思いたい、はい、だって普通も負けちゃいますからね。そうですね、それこそ9割の方に入るところをやっぱ勝ってる時に切りよくやっぱ引くっていうのは結構大事な考え方。あ、そうですね、それは多分普通できない、みんななくして帰ってくる方が多いと思うので、多分そうです、それは割と、うん、そうですよね。それこそ、まあ、先ほどね投資の話もありましたけど、まあ、インデックス投資とか、まあ、個別株とかもそうですけど、うん、なんかやっぱね伸びてる時にやっぱ皆さんわーっといって、うん、で暴落すると売っちゃうみたいな。そうですね、はい、そこら辺も引き際もすごく大事だったりとかするのかなっていうのは、ね、難しいですけどね。確かに、はい、ということでありがとうございます。では、続いての質問はですね、うん、お金を使うときに、うん、加藤社長はどんなことを意識して使うようにしているのかっていうのはいかがでしょうか。はい、これも当然のことながらですね、はい、3年前に意識を思いっきり変えましたって言ったときから大きく変えた点なんですよね、うんうん、はいはい、でどういうような形に変えてるかでいくとですね、うんうん、お金を使うときにお金は必ず何かを将来、産んでくれるものにしか投じないようにしようって考えたんです。でそれは何かっていうといろいろあるんですよ。で、常にねそのお金の将来の価値、お金を投じるものに対して自分が未来どういう価値に変わってるかっていうのを考えるってことなんですけど、例えばイベント参加、分かりやすいところでいくと、ここに関してはただ楽しめるイベントとかねあるじゃないですか、飲み会とか、はい、そういうものに関しては未来価値がゼロだったらいかないわけですよ。なんですけれどもそこがね、例えば、そこに自分がねすごく会いたい、偉い人が来るとか、その人と将来仕事ができるかもっていう人が来るような会に、要はネットワーキングの意味でね行く、そうすると将来的にその人と仕事ができるようになって、お金を生むとか、その方と何かお仕事ができるようになるみたいな付加価値があるじゃないですか。それは将来に価値を生んでるので、将来に価値に対して、5000円のその飲み会の費用っていうのはものすごく安いと思うので、将来価値がすごい価値が高いと思うので参加であったりとか、あとは経験、このイベントに参加したらすごく経験が積める。例えばよく僕も最近よくありますけど、何かのイベントに登壇してくださいとか言われるパターンとかありますよね。そうするとお金を全然もらえないパターンもあるんですよ、割とね。そのすいません、ちょっとイベントの出演費とか出せないんですけど、はい、とか普通だったら断ったりするわけじゃないですか、はいはい、でもそこにイベントに参加することによって、将来自分がプレゼンスキルであったりとか、まあ、人とのそこに来ていただいた方とのネットワークができるとか、そういうところがすごい未来に価値を生むなと思ったら積極的に参加するっていうことですね。っていうのはまずイベントの参加とかそういう切り口でいくとそうじゃないですか、はい、で次に例えば旅行とか、旅行だとしてもただただ行って美味しいもの食べて帰ってくるっていうのは消費志向の旅行なんですよ、じゃなくて僕の場合は必ずその旅行に行った先に何かの学びや発見があるっていう状況、例えば僕は今度ドバイに行こうとしてますけど、ただ向こうに行って美味しいもの食べて帰ってこようじゃないわけですよ。はい、じゃあ未来あそこのどこのエリアに住んだら僕は豊かな生活ができてお金稼ぎができるようになるかな、周辺環境どうかな、というね、新たな発見であったりとか未来の、ことを見に行く視察を兼ねて行ってくるわけですから、まあ、そういった意味でも、旅行に対しても将来価値っていうのを考えていくことをしてます。 なんで海に泳ぎに行くだけの旅行っていうのはしないわけですよね。はい、ということですね。はい、であとは食べ物とかもそうなんですけど、食べ物ってすごく何将来価値食べ物に関係あるのって思ったりすると思うんですけど、ここは心の豊かさってすごく大事で、安いものばっか食べてるとどうしても何だろうな、自分のステータスを下げるじゃないですけど、やっぱりこうモチベーション上げて、明日の仕事のモチベーションを上げるのに今日美味しいものを食べとくことが大事だったりするじゃないですか、っていうところでモチベーション明日の自分の価値を高めるための投資みたいな形でご飯をいいものを食べたりします。なるほどなるほど。っていうのもなんか未来価値っていうところにまあつながってる、極論デートとかもつながってるんじゃないかなって考えてるんですよね。はい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 、例えばデートも、はい、本当に女の子と遊びたい、もうなんか女の子が好きなんだよねとかって、はい、まあ若い頃はそれでもいいと思うんですよ、はい、でもやっぱり大人になってくるとデートにもこう将来価値、もちろん将来のパートナーを探すっていうのはものすごい大きな、動機にもなるでしょうし、もっと言うと話術とか、女性に、好意欲を持ってもらう、好印象を持ってもらうためのスキルとかね、そういうところを磨くためにデートの場を活用するとか、未来の自分のスキルの向上にデートも活用できるぞみたいなところで、極論そこぐらいまで僕が考えながら、まあ、人との接点だったりとかそのお金の使い先、
っていうのを考えてます。なので女の子にお金をただただ渡すことっていうのはしないわけです。意味ないですよそれ、はいはい、将来の、自分の、未来価値を生むことに全くつながってないので、うん、あの女性に貢ぐとかっていうのは全く価値がないことだと思う、うん、何の話になってるのちょっとよく分かんないことになってる全然全然でも言いたいことはそうで、はい、未来価値につながることに対してしかお金を投資しないということを言っています。と、はい、いうことですね。はい、でも本当僕自身もすごい考え方がすごい似てて、うん、あの僕今の奥さんとね結婚する上でもやっぱ自分すごい成長したなっていうところはやっぱありますかね。やっぱコミュニケーションスキルもそうだし、やっぱお相手のことを考えて、うん、今どうか分かんないですけど、うん、まあ女性もそうだし、はい、お友達もそうだし、うん、そうですね、なんか自分が将来高められる人とこう接してることってすごく大事なんじゃないかなっていうところですよね。そうですね、そう自己成長にもやっぱつながるっていうところで、うんうんうん、はい、大事っていうことですね。そうだと思いますね。はい、ありがとうございます、はい、すみません、ちょっとだいぶ話それましたけど、はい、ありがとうございます。では、続いての質問はですね、趣味やストレス発散、娯楽、遊び、交際費とか、まあ、浪費ですね、うん、浪費、まあ、生活じゃなくてもいい支出との向き合い方もちょっと教えてほしいなと思いました。はい、わかりました、はい、基本的にですねこの3年間は僕、はい、本当に娯楽とか遊びとか本当に切ってたと思います、はい、本当に、まあね、僕の友達、以前の付き合いのある高校とか大学とか、以前付き合ってた友達とかに、もしね、聞いてもらえば分かるんですけど、全然あいつ、会ってくんねえ、会わねえ、なんか誘ってくんないし、割と僕あれなんですよ、学生時代とかは、幹事タイプというか、まあ、社会人になってからもかな、割と僕若い頃もずっと幹事とか、あの会社でもやってて、あの周りに企画してフットサルやろうぜとか、なんか飲み会行こうぜとか、そういうのを企画して開催して皆さんをこうまとめていくようなことを好んでやってたんですけど、まあそういうことも娯楽含めて全部一切やってなかったんですよね。なるほど。なんですけれども、それが全然いいと思ってなくて、これはこの3年間で終わりです。人生においてこの3年間だけ、もうこの間の3月までは本当に浪費とかそういう遊びとか一切しません。なるほど。ですけど全然そんなことはもうしませんっていうことです、ね、あの3年以外はもうしません。で、どういうことをこだわってやってるかでいくと、やっぱりね、人生娯楽とか浪費、楽しまなきゃ意味がないってすごく思ってるんですよ、あの某ね歌手が言ってるじゃないですか、楽しめなきゃ生きてる意味がないと、言ってるのを僕はすごい共感していて、本当にあの娯楽とか遊びにお金は投じるべきだし、なんだけど楽しむために楽しんじゃダメで、常にずっと楽しいことばっかりやってるんじゃなくて、楽しむことをうまく人参に使うっていう、人参ぶら下げとくと、馬って一生懸命走るわけじゃないですか、はい、これはまあ人間ってまあ動物なんで全部一緒で、人参ぶら下げ、自分の好きなものわかるじゃないですか、自分だったら海外旅行行きたいとか、いろんなこう人参があるわけですよ、それを自分で使うんです、意図的にそれを使って自分の行動のやる気のモチベーションを、作ってあげる、そうすると良くて、なのでその娯楽と遊びをずっとやってるっていうだけじゃなくて、娯楽と遊びを人参にして何かを達成する時のご褒美にすると、こっちの何かを向かっていく、夢達成のこの、努力の過程というか、努力の過程がドライブかかるんですよね、なるほどなるほど、確かに加速しそうですよね。そうなんですよ、だからこの人参が強ければ強いほどすごいモチベーションになるんで、いやそうですね、がむしゃらになれますよ、ね、なる、だから娯楽と浪費のこのこだわりは持ってほしいし、確かに確かに、すごくこれが熱ければ熱いほど頑張れると思います。そうですね、で加藤社長の場合はもう本当3年間がっちりいけたっていうことですもんね。そうですね、はい、そうですそうです。僕は本当 YouTube 始めて多分7年ぐらいはもう浪費せず、まあ、せず全くないわけではないかもしれないけどね、やっぱそうやって頑張れてこれたから今があるっていう感じなんで、本当そうですよね、はい、でも逆にたけるさんがそう頑張られてきて YouTube やってみたいな、はい、はいはい、人参なんだったんですか。え、今まだ人参ぶら下がってますか。いや、もうそろっと浪費かなと思って。ああ、はい、そっかそっか。海外旅行もしかり。でも本当あの世界一周とかはもう絶対人生で一度はやりたいなと。ああ、素晴らしい。いうのがあったんで、でそのためにやっぱりその動画のストックも必要だったりとか、あとはまあ不労所得、不労収入とかもやっぱ絶対必要なんで、まあ、そこを目標に頑張ってきて、はい、でまあようやくって言ったらちょっとあれですけども、はい、っていう感じで。なるほど、じゃあ今人参食べかけてる最中ってことですね。そうですね、食べかけようかなっていう、はい、本当に一緒の考えですごく楽しいフェーズです、ね、本当にありがとうございます。ではでは、続いて最後の質問ですね、はい、前半戦、はいはいはい、節約中でもお金をかけていたことっていうのは何かあるのかなっていうのはいかがかなと思いました、うん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 、
はい、お金をかけていたことに関しては、うんうん、一番は、自己投資ですね、うんうんうん、自己投資にはすごく積極的にお金をかけていました、はい、で自己投資っていろいろあるんですけど、物としては、ミニマリストなんであんまり物は買わないんです、うん、でも絶対に必要なものとしてこういうね、あのパソコンがあるじゃないですか、うんうん、で生活に必要なものはなるべく最小限ですけど、仕事に必要なものはハイスペックで最高なものっていうのはなるべく心がけて、うん、あの揃えてましたね。なんで自己投資、まずは物に関しては仕事に関する、もしくはお金を生むことに対しての投資に関してはお金をかけていましたし、でもう一個は自分のモチベーション、さっきの話じゃないけど、うんうん、人参をぶら下げて自分のモチベーションを上げるために、うんうん、僕ワーケーションってやつなんですよ。はいはいはい。でワーケーションって何かっていうと、すごくね仕事ストイックにやってるってイメージを先ほど与えたと思うんですけど、うん、ストイックにやりながらもそこに自分のモチベーションを上げる仕組みを導入してたんですよ。それがワーケーションで、ワーケーションってワークかけるバケーションの 略語で、仕事とバケーションを掛け合わせてるんですよ、うん、なので僕は環境を変えてですね、いろんな沖縄に行ったり、うん、まあいろんなとこ巡りました。ここ2年ぐらいで本当日本中、コロナだったんで海外、うん、本来海外でやりたかったんですけど、うん、日本中いろんなところに飛び回って仕事をしていました、はい、なんでやってることは、うん、ここでやってるね、あのオフィスでやってる仕事と変わらないんですけど、うん、環境を変えて自分のそのなんだろう、モチベーションを上げることにお金を使ってました、うん、これすごくいいと思います。確かに確かに、はい、そうですね、楽しみつつ、うん、でモチベーションも上げつつ仕事も頑張れるみたいな。そうですね、はい、なんか環境変えるとなんかはかどったりします、ね、そうなんですよね。そう、これなんか科学的にも証明されてるみたいで。あ、そうなんですね。そうなんです。やっぱ脳に刺激がいくからやっぱ活発になるみたいで。なるほど。そうそう、集中力も上がって。すごいありましたよ、はい、沖縄なんかで目の前に海があるところで仕事なんかすると、うん、いいっすね、なんかはかどるんですよ、はい、そうですよね、波の音聞きながら、はい、そうそうそう、いつも同じ景色だとね、やっぱりちょっとマンネリ化だったりとか、ちょっと退屈感も出てきますしね。そうなんですよね、はい、だからそこには若干お金はかかるんですよ、うん、なんでそこにかけても回収できるほどの効果があったと感じてます、ね、なるほどなるほど、はい、ということでありがとうございます、はい、ありがとうございました、はい、で以上ですね、前編でファイヤーと節約ミニマリスト生活について、うん、終わり、はい、ありがとうございました。お話をお伺いしていき、で後編ではね、また別途動画で1億円でファイヤーするまでの具体的な経緯についてお話ししていただきますので、うんうんうん、ぜひそちらも楽しみにしていただけたらと思います、はい、ということで本日もカット所長、はい、ありがとうございました。どうもありがとうございました。